なんかがね、その鼠径部とか、なんだ、まあ尿根が頻尿なわけじゃないけどね、頻尿とか、まあ、あの失禁してしまうとかっていう方に対して、つまりあの失禁もね、緩んでしまってるものがまたさらにある時にバッと緊張した時に緩んだりするっていうことがあります。でそれをね、整えていくわけです、ね、整体術っていうのは体を整えることですから、それを整えていきます、ね、で例えば鼠径部のこのこういう痛みがあったら、その痛みを取ってあげる、ね、まあ、今こうやってうぐって言ったら僕すごいひどいことをしてるように見えるかもしれないけど、ね、誤解のないように大丈夫ですからね。はい、深呼吸してください、ね、今忘れましたけど、この痛み取りたいですかって言って、まずその言葉も大事ですね。はい、 OK ですね。はい、いいよ。はい、もう一回同じように触っていきます。で全然ね、あの完全に取れたっていうわけじゃないけど、痛みがね取れてきてます。でここにまだね、ピンポイント出たここに痛みがまだ残ってます。ここ、ね、これらの痛み取れたらハッピーですか？ハッピーです。はい、大丈夫ですよ。深呼吸してください。はい、もう一度。はい、ラスト1回。 OKOK。 はい、また触っていきます、ね。はい、OK ですね。これ取れてきましたね。だからちょっと反対見てみましょうか。はい、いいね。はい、じゃあこっち反対見ますよ。はい、よくこれね、なんか僕はこうやったら痛みつけてるように思うかもしれないけど、痛いね、これね、うん、ごめんね。この痛み取れたら嬉しいですか？あ、嬉しいです、うん。はい、じゃあ深呼吸して。だから湿気の場合やったら膀胱周りもよく見てあげたらいいですね。はい、はい、OK。 また同じように触っていくよ、うん。さっきのあの痛い痛いっていうのはなくなってきましたね。はい、まだねこの鼠径部のここね、はい、ちょっと痛いのがあるんでね、これ取れたら嬉しいですか？嬉しい。はい、OK。 深呼吸して。はい、もう一度。はい、ラスト1回。 OK。 もう一回触っていきます、うんうん。最初はおごごごごごごあらっていうのなくなって言いましたね、はいはい。まずここ取ります。今度はうつ伏せになっていただいて、はい、濡れ枕ちょっとしようか。ね、まあ、よく大体この腰のね、大臀筋のところとか中臀筋のところ痛いってさっき言ってたんで、そのあたりちょっと見ていきますね。これ、はい、これ、はい、はーいって、はーいって言って痛いって言ってますね。はい、痛いね。はい、だからこの腰回りですね。ここ腰回り。よし、OK。だ。この痛み取れたら嬉しいですか？嬉しいです。はい、OK。はい、OK ですね。うん。何をしたんでね。はい。OK。先ほどよりもだいぶ楽になってますね。50% ぐらい楽になったかなと思います。ね。OK。この痛み取れたら嬉しいですか？はい。はい、OK。何してんのか分からへんかもしれへんけどね。はい、 OK。 はい、反対見ますね。はい、ここね、痛いね、これね。はい、これが先週見た腰方上筋ね。そんなにね、あの、うん、言うてますけど、あのそんなに痛くはないと思います。はい、深呼吸してください。はい、 OK。 同じように見ていきますね。だいたいこういう感じ、もう軽い感じでね、痛み取ってもダメです。だ、例えばですね、よくこれで立ってみて、
さっきね、体をね、こうやって自分一人で回転させた時のこの回転の仕方でちょっと見せてみて、スムーズになってるのかな、動きが、動きが変わってきたでしょ。持ってみるか、ね、持ったら多分反応するからね、また固まるかもしれないけど、ちょっと持ったって、どうもね、持ちたい。俺がやるよりも多分、山さんの方がいいかも。山さんが多いから、それ一番なんだ。動いてみて。おお、おお、すごい。すごい、すごい。